これより会議を開きます。この際ご報告申し上げます。今会期中本委員会に付託なりました請願は23件であります。各請願の取り扱いにつきましては理事会において協議いたしましたが、委員会での歳費の決定は保留することになりましたのでご了承願います。なお、お手元に配布いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、漁業の持続的な成長に向けた政策の強化等に関する陳情書、ほか11件であります。また、本委員会に参考送付されました地方自治法第99条の規定に基づく意見書は、自家増殖を許諾制とする現行種苗法の改正を求める意見書、ほか112件であります。念のためご報告申し上げます。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。第208回国会、金子 M 君ほか4名提出、国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案、および第208回国会、金子 M 君ほか4名提出、国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特別特例法案、並びに農林水産関係の基本施策に関する件、食料の安定供給に関する件、農林水産業の発展に関する件、農林漁業者の福祉に関する件、農産漁村の振興に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず、閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣機関、派遣地、その他所要の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、閉会中委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。